どうもヘミちゃんです。今回はこちらの DWC ヘッドを使いましてスパイファミリーのヨルさんを作ろうと思います。これはもう限定のヘッドなのでもう買えないんですけど、こちらを使います。こんな感じのヘッドになってまして、でヨルさんはこんな感じにメイクしようと思います。にっこりした顔。まずはですね、ヨルさんはピアスがついているのでピアスの穴を開けていきます。そしたらまずは印をつけます。印をつけたところに軽く穴を開けます。そしたらこのドリルぶっ刺して開ける。はい、できました。まずはピアス OK。 そしたらメイクをしていきます。ヨルさんの顔の特徴は目が赤目でつり目で、鼻から下がねフラットな感じがするのでこの DWC のヘッドを選びました。で、目が赤目だから下書きも赤でやろうと思います。つり目って難しいよね。つり目の時は目頭は結構下の方から上に向かっていく感じにした方がつり目になる気がするので、ちょっと下に線を伸ばします。こんな感じ。はい、両方できました。そしたら二重線をやります。次は下ラインを描いていきます。下ラインこんな感じにします。次はまつげを描いていきます。今度上まつげやります。こんな感じです。次は口を描きます。大きめの口。こんな感じ。そしたら眉毛とアイラインの間のこの線を描きます。こんな感じにします。次はパステルで色をつけていきます。
シャドウは自分の好きなように塗っていきます。ちょっとかっこいい感じにしたい。アイシャドウはちょっとだけ黒を入れてかっこいい感じにしました。そしたらアイラインの上濃くしていきます。最後にハイライトを入れていきます。こんな感じです。最後に艶消しをしたら完成です。よろしく頼むぞ。完成です。こんな感じです。ケロッピみたいな笑顔で可愛くできたと思います。衣装はこのかっこいいやつを作るので楽しみにしててください。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。